忍び皮膚科院長で皮膚科医の忍先生です。今回はですね、前回に引き続き涙袋ヒアロン酸があまり似合いづらい人についてお伝えしたいんですが、ここでもう大きな問題である垂れ目形成グラマラスラインについてお伝えしたいと思います。これはですね、どうしてこのように私が垂れ目形成を多く申すかと申しますと、いわゆる私は涙袋ヒアロン酸を大変多くやっていることで、おそらく皆様に知られていると思うんですね。で、そうなりますとですね、垂れ目形成をされた方、皆さんも涙袋がなくなったりだとか、形がちぐはぐになったり、左右差が出たりするんです。それで、当院を訪れる方が非常に多いので、当院は特に垂れ目形成だとか、グラマラスラインをされた方に関して注目を押していると思います。で、私はそもそもですね、この垂れ目形成とかグラマラスラインということを実際に、施術をしたこともないですし、見たこともありません。例えば二重だとかね、いわゆる脱脂みたいなことをしたことがあるんですが、そういったことはないんですね。で、ただ涙袋ヒアロン酸を多くやるにつれて、その時に初めてですね、いわゆる垂れ目形成をしたら涙袋はなくなっただとか、そういった方がもうどん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 いらっしゃることになって、あ、そんなのがあるのということで知ったということです。そして今は毎日のように SNS とかから垂れ目形成をしたら、まさかこんなに涙袋がなくなると思わなかっただとか、涙袋の形が綺麗じゃないだとか、その後に入れたけれども元通りに戻らないみたいなことを言われます。それで、私はその涙袋ね、なくなっちゃった涙袋をなんとかするの専門であるので、それに対してお答えしようと一生懸命研究をして、今に至っているわけです。で、当初はですね、涙袋ヒアロン酸をですね、垂れ目形成に入れるのを一旦やめた時期がありました。どうしてやめたかというと、垂れ目形成の方に涙袋ヒアロン酸を入れた場合にですね、いわゆる思った通りのデザインすることができないんですね。つまり傷跡がとても関係してくるので、例えばその方が太めの希望であったりとか細めの希望であったとしても、その方の垂れ目形成の術後に応じた涙袋しか作れないってことがあったので、それに対して完璧ではないと思ったことっていうことが一つと、もう一つがですね、やはり垂れ目形成の手術で、その手術後の傷跡の癒着が非常にあってですね、もう入れるとき非常に痛くてですね、もうどこが痛いのかわからないんですけど、わからないというようになくらい、ほとんど触っていないぐらいの状況だっても非常に痛がられたんですね。で、もうその痛い姿を見るのが耐えられなくて一旦やめました。けれどもやめた後にもうどうしてもやってほしいってメッセージをいっぱいいただきまして、それで垂れ目形成をされた方をですね募って、いろんな方でいろんなやり方で研究をした結果、今は行っています。行っていて、だいぶ綺麗に入ると思います。で、ただ垂れ目形成をされた方はそもそもがもう元のようには入らないと思っていただいていいと思います。というのは、下まつげの際というものが非常に大切になってくるんですね。下まつげの際にどれくらい近づけて入れるかだとか、その深さであったりだとかがとても大切になってくるんですが、その際自体の状態が変わっていますね。人によっては傷跡があったりして、で、傷跡がある方はですね、傷跡のところに入れると傷跡が膨らみまして、もっと目立つ状態になるので、傷跡のところはあまり入れない方が良かったりもします。垂れ目形成の手術の後に応じた形にすることが大切です。で、これがですね、今、目の内側から垂れ目形成をされるということも結構あるんですね。糸で引っ張ったりとかされるみたいです。で、その場合ですね、手術の後がですね、非常に綺麗な場合で、目の下まつげのキワキワがよく見える場合は、ある程度デザイン通りに入ります。けれども、中からやったから大丈夫と思ったとしても、その中側ですね、いわゆる内側に入る、この前回の、動画でお伝えしたんですけれども、 目の際がこのように内側に入る、皮膚がこうね、目からこう出てくるところがあったとして、皮膚のトップがここでこう内側に入る、ね、下に下げたことで入るということをしている場合は、そこのところはキワキワが奥に入ってしまっているので、それに応じた形にしかなりません。で、私は実はもう垂れ目形成そのものが反対です。垂れ目形成をされてね、とても良かったと思われている方ももちろんいると思いますけれども、どうしてかというと、
まず垂れ目形成グラマラスラインをされている時に、まあ、私だとかスタッフなんかも一瞬で分かります。垂れ目形成されたなって。それがとても上手な垂れ目形成であったとしても分かります。というのは目の形がもう皆さん同じなんですね。つまり目がですね、いわゆるこの目の下のところはいわゆる、まあ、極端に言うとこのような形でこれだけグイッと下がっていくんですよ。これが、まあ、いわゆる ナチュラルなラインではないので違和感を感じますね。でほんの少しの場合であってもやはり感じます。で結構左右差がある方も多いですもんね。それでまたですね、目というものはまつげの上ですね、いわゆるこの眉毛と目の間の皮膚というのは切っても大したことが起きませんけど、下のまつげというの下というものは傷が治りづらいというのは、まあ、いわゆる、まあね、常識的に、まあ、医者は知っていると思うんですけども、下だからそれは逆さまつげの手術も同じなんですけども、目の下の傷っていうのは非常に難しいので、もう簡単に目が大きくなるからやろうというようには私は思わない方がいいと思います。もう本当にこれは個人的な意見ですが、でどうしてかって、まずその今分かるっていうものだけではなくて、当院にいらっしゃる垂れ目形成をされた方もどれだけいたか分かりませんけれども、あやって綺麗だなって思う方って本当にいるかな、1人か2人かぐらいですね。ただもうされてしまった場合はもうしょうがないので、しょうがないというかまあそれはそれでいいと思うんですね。でそういうことを申すとですね、垂れ目形成だけではなくて今ね、まあもうよくありますけど脱脂して失敗しただとかね、まあ、いろいろ二重をねこんなに深くしなければなよかったとかねおっしゃる方いますが、まあ人間ってまあどうしてもこう間違いをしてしまったりとかいろいろありますよね。例えばね、小さい子の歯磨きをしとけばね、こんな歯ね悪くならなかったのに、小さいうちに歯磨きをしなかったから歯がねボロボロになってしまって後悔してるとか、そういったことってあるので、もしね今もその手術をされてしまっていたとしたら、もうそれはもう考えてもしょうがないので、皆さんそういうことありますし、もしあんまりトラブルが生じていたらもちろん直していただくことをする必要がありますが、まあ、前を向いてと思いますね。ただ今グラマラスラインとか垂れ目形成に悩まれている方はやらない方がいいと私は思います。であと手術だとは一生もう後ですから手術は治りません。でこれをですね、実はこの間私の動画を見てくださっている患者様に言われたんですが、傷跡は治らないという話をした時にもう私の傷跡が治らないんじゃないかと不安になったという話だったんです。傷跡もですね、ご自身でいじってない傷跡は治りますよ。で傷っていっぱいありますよね。ただいじった傷です。つまり人間がつけた傷です。人間がつけた傷が治らないということです。ですから手術のように切ったとか取ったとかね、あと痒くてかきむしった傷跡みたいなことですね。そうではなくて、例えば傷ね、蚊に刺されたりしてもこうかきむしることなくお薬をつけて冷やしたりした場合は治りますよね。ですから傷跡というのは、私が言って傷跡は治らないんですよ、手術は気をつけてくださいと私が申しているのは、故意に人間がつけた傷跡ということです。で、まあ、今回はですね、その垂れ目形成の方がいわゆる、まあ、どちらかというと涙袋ヒアロさんを入れづらいことがあるということです、そうお伝えしたんですが、しかし今ですね、その涙袋がなくなる、グラマラス形成をして涙袋がなくなった後に入れた方がマシになります。ですからグラマラスラインをされて涙袋の状態が悪くなった方は思う通りにはなりません。前のようにはならない可能性が高いですが、入れた方が入れないよりは良くなります。そして痛みも、まあ、当院の場合だとかなり減ってきていて、とても綺麗に入る方も多く出てきていますので、涙袋ヒアロさんが似合いづらい方としてデザインを選ばなければいけないとか、そういったことにおいて垂れ目形成された方、ただ垂れ目形成されて涙袋が なくなって美しくなくなっている方は、その入れないよりは入れた方が綺麗になるケースが多いです。で私自身は垂れ目形成あまりおすすめではありません。ではまた。